そうなんですよね。はい、ライフスキル教育講演家のミスターおかっちです。はい、 YouTube を再始動すると決めてから今日は第2回目の配信でございます。そうですね、コロナですよね。コロナショックですよ。うちもね、3月2週間会社を閉めて、まあ、会社って教育事業をやってるから学校を閉めてね、休校にしてたんですけども、まあ、これから2週間はやっていくっていうふうに言ってるんですけど、これから、まあ、世の中がどうなっていくか分かんないじゃないですか。もしかしたらもうしばらくは営業できなくなるかもしれないので、どうしたものかなって考えるんですよね。はい、で実際、まあ、僕この一経営者の立場でコロナについてどう思うのかっていうことをこうやって発信するとか配信するっていうのはとても、まあ勇気がいるというか、これでいいのかなって思うこととかもあったりするんですけれども、まあ一経営者、僕が思うことっていうのをまあ話したいなと思います。まあ、そんな大したことないですよ。本当に思ってることを話すんですよね。思ってることを話すんですけどね、痛いですね、正直。うん、痛い。まあ、子供たちに会えないのも痛いし、まあ、6年生、まあ、一番で言ったら6年生ね、卒業ってことでいろんなイベントとか考えてたんだけど、それもこう、できないっていうか、自粛モードで、なんかこう、できない雰囲気になってるようなところも痛いし、で最後、いい感じでさよならってね、泣いたかったじゃないですか。でそれも痛いし、まあ、あとはまあ収入ですよね。もちろん学校がやってないってことはうちの収入もゼロなわけで、まあ、大体100万とか150万ぐらい赤字なわけなんですよね。でそんな貯金とかもないので、この状態が2ヶ月3ヶ月続いたら、まあ、潰れてしまうんですよね、正直はい、潰れちゃうんですね。だから命は大事やし、子供たち大事やし、まあ、自分の家族も大事だということで、どうしたらいいんだってことですね。ほんまにいろんな情報をこう仕入れようとしてるんだけど、何が正しくて何が間違ってるのかっていうのも分からへんし、でその上でいろんな情報を聞いて自分がどういうアクションをしたらいいのかっていうのもちょっとよく分からへんし、で 今も思ったんですけど、なんかね、こう外側にね、いろんな正解はどこだろうって結構ね、この2週間3月1日から3月14日までいろんなね、外側にね、答えを求めてたような気がしてて、こうやったらいいよっていう正解をなんかこう教えてほしいなみたいな。で誰も知らないんですよ、実際誰も知らないんで、それを探しても見つかるはずがないんですよ。だから見つかるはずがないのにずっと探してたなっていうことがあって、だからやっぱこんな時だからこそ、やっぱ自分の本音に聞いてみるってことなんかなっていうふうに、痛いんですよ。本音が何を言ってるかって聞いたら痛いんですよね。痛いんですよ。確かに痛いんですよ。確かに痛いんですよ。で、じゃあその痛みって一体何なんだろうっていうふうなことですよね。何なんだろうっていう痛み。その痛みを見ないようにするとか、痛みをほったらかしにするとかじゃなくて、その痛みは何なんだろうっていうことをと向き合うってことなんかなっていうふうに思ってて、確かに痛いんですよ。確かに痛いから、外側に正解を求めるんじゃなくて、この痛みっていうのはどこから来る痛みなんだろうっていうことですよね。そうだから、痛みを味わうってことなんですよ。これ実はね、このコロナショックの前に僕がコラムに書いたことにあって、どうしても行動できないとき、どうしても私行動できないんですっていう人がいたら、なんてアドバイスしますかっていうような問いに答えたような記事を書いたんですよね。どうしても行動できない、その人にどうしたらいいですかって聞かれたら、こういうふうにやったらいいですよっていう答える一つのアンサーですよね。その時に僕が考えたのは、行動しないってことなんですよね。ステップ1としては行動、何もしない、行動しないということを選択するっていうこと。だから行動しないっていうことを別に自分を自己否定せんでもいいんですよね。今行動しないっていうことを自主的に主体的に選択してるわけだから、行動しないを選択するっていうのがステップ1で、それで何かしら痛みが痛いなって感じるんやったら、その痛みをちゃんと味わうっていうのがステップ2だっていう話したんですよ。でそこで痛みがないんやったら結局行動しなくてよかったんですよ。
やってもやらなくてもよかったことなんで、でそこで痛いなって感じるんやったら、その苦痛を、痛みをちゃんと味わうってことで、その痛みを味わったら、その痛みを取り除きたいっていうエネルギーが絶対出てくるんで、ずっと痛いままやったら辛いんですよ、人間ずっと痛いままやったら辛いから、絶対その痛みから解放されたいってなるんですよ、力が。でその時が行動するタイミングやでっていうようなコラムを書いたことがあって、だからまさかそれをね、自分にするとは思ってなくて、だから僕のステージで言ったら、今こう、なんていうか、痛みを味わってる段階なんですよね。痛みを味わってるから、その痛みは何なんだろうと向き合う時期なんですよ。そうだ、そう考えたらいっぱい出てくるんですよね、自分が やりたいこととか、やるべきやったことっていうのが。その苦痛っていうのを紐解いた時に、自分の願いとか願望とか、本音で心の底から思ってることっていうのが出てきて、でそれっていうのがやっぱり今痛いっていうのは、収入を一つに頼り切ってたんですよね、依存してたんですよ、完全に。もうお月謝収入と、お子さんが来てもらって教育を提供してお月謝をもらうっていうことで、だから 95% ぐらい僕の収入を依存していたと。でそこがなくなったらどうなんねやっていうふうにことなんですよ。で今ゼロになったわけなんですよね。で当時から、そのコロナショックの前から、まあ、一つになってたらあかんやろな、だからなんか違う収入の軸も作った方がいいやろなと思ってたんだけど、行動できなかったんですよ。でもそれ、苦痛を感じて、苦痛を味わって初めてその願いっていうか、願望っていうか、やるべきことが見えたんですよね。でそういうこととかね、あとはなんだろうな、あ、この YouTube もそうですよ。まあこの YouTube も、本来ならこうやって僕は発信することを、思ってることをどんどんアウトプットすることっていうのは僕は大好きなことで、やっていきたいことなのに、それはこうちょっとね、置いといたわけじゃないですか。やってなかったわけなんですよ、この 3,4 ヶ月ね。だから本当に自分がやりたいことは何なんだっていうふうに問うたときに、やっぱりこういうふうに発信することが僕はやりたいことなんだっていうふうに、そこで改めて気づけたんですよね。ちょっとマイクこれね、ちょっと重いですねこれちょっとね、そんなことなんですけどね。そうそう、だからね、この YouTube の再始動ってこの配信をやってるんですけど、やっぱその痛みっていうことを、痛いなっていうことをちゃんと味わったら、本当に求めてること、本当に望んでることっていうのが見えてくるんですよね。はい、だから僕はね、この今のこの状態っていうのは、苦痛をしっかり味わう時期かなっていうふうに思ってて、苦痛を味わって本当の願いとか、本当の願望とか、やりたいこととか、道、希望への道が見えたら、あとはそれを個人のペースで進んでいく時期なんかなっていうことです。だ僕で言ったら、こうやって YouTube の配信をやるとか、オンラインスクールを開講するとか、あのブログで貯めてた記事を、こうまとめて有料記事、ノートとかでね、有料記事のこういう商品を作って販売するとか、オンラインでのセッションをするとか、そういうふうに、いろんなとこに収入の軸を作るっていうのもそうやし、自分がやってることをどんどんこういう発信するって YouTube もそうやし、なんかそういうことをやっぱこういうこの痛みを通じて改めて気づくことっていうのをやっていきたいなっていうことなんですよね。だからやっぱこのコロナショックが起きて、痛いは痛いんだけど、まあ、これキングコングの西野さんが言ってたことなんですけど、全くそうやなと思ってて、何かが起きた時、苦痛に感じたり、トラブルとか問題が起きた時に、僕たちがやることはたったの2つだけやっていうことなんですよ。で一つは、これはチャンスだと決めつけること。今これ起こってることは、もうこれチャンスなんだって決めつけることですね。それ決めつけて、もう決めつけるんですよ、これチャンスなんですよ。で、あとはチャンスなんだから、今チャンスが見つかってないんだったら、それを見つけるだけなんですね。そう、でこれはチャンスだと決めつけて、2つ目は何のチャンスなんだって問いなんですよ。どこにあるんだろうチャンスっていうと、僕で言ったらオンラインスクールをするチャンスやし、オンラインスクールのシステムを構築するチャンスやし、 YouTube を再始動するチャンスであったりするわけなんですよ。そういうチャンスを見つけたら、あとはそれをDo する、行動する、 Just do it なわけなんですね。はい、だからこのコロナショックって確かに痛いんだけど、めちゃめちゃベタやけど、ピンチはチャンスなんで、もう僕たちがやることは2つだけ。もう本当にこの状況はもうチャンスだと決めつけるということ、そしてチャンスは何なんだっていう探すということ、であとは見つかったら行動する、まあ3つですね、そういったら行動すること、これなんかなっていうことです。で答えっていうのは、外に探しても見つからないことが多いので、自分の内側ですよね、自分の内側に感じる確かな痛み、そのトゲが刺さってる部分、そのポイントに目を向けて、そこに、そこを味わい尽くすっていうことなんかなと。味わい尽くしたら、本当の願い願望がパカって出てくるんで、はい、
ていうね、そんな感じでねやっていきたいなと思ってます。で YouTube ね、まあ、どんな感じで配信するのかっていうのは確かにまだ決まってないんですけど、まあ、大きくは3つあります。3つね、3つあって、まずは子供の教育に関すること。これは僕はね、今やり抜く子を育てるための教育っていうのを今結構ね、7年間8年間かなずっとやってきてて、じゃあそういう、やり抜く子を育てるための、行動習慣とか子供との関わりっていうのを紹介するようなことがまず一つと、もう一つは大人の方向けに、自分の仕事とか、まあ、ビジネス、まあ、仕事とビジネス一緒ですけどね、あと人生とか、まあ、ライフですよね、まあ、ライフも人生も一緒ですけど、まあ、そうやって自分の人生とか仕事とかに役立つような仕事術であったり、マインドセットであったり心理学とか情報とかそういうのを紹介するっていうのが二つ目ですね。で三つ目はもうこれライブですね、ライブです。もう本当にその時感じていること、思っていることっていうのを、見ている方っていうのをあんまり考えずに自分が思っているものをそのままもうバッて放出するっていうことですね。そういうその中で、まあ、お役に立てるか分かんないんですけど、何かしら感じるもの、心を揺さぶるものがあったらいいなと。その心を揺さぶられる、感情が揺さぶられるということが、そのものが生きる原動力になると思ってるんですよ。それが良いものであったり悪いものであったり、どちらでも生きる原動力、行動する一歩の踏み出す勇気になったり、原動力、力、エネルギーになったりすると思うんで、そういうような、まあ、アート的な、作品的な、思ってることをどんどん発信する的なことをやっていきたい。まあ、子供の教育、大人の仕事とか人生に役立つこと、そして僕の作品アートです。このようなテーマで、まあ、この YouTube でやっていきたいと思います。だこのコロナチャンス、これから先どうな、コロナチャンスってもう言ってしまってますけど、コロナショックですよね。でももう自分の頭の中ではこれチャンスっていうふうに思ってしまってるんで、もうそれでいこうと思ってます。はい、このコロナチャンスを生かして、一歩踏み出して、今までやってないことを、自分の本当の願いをどんどん叶えていきたいなと思っております。そんな感じで今日はおしまいです。ありがとうございます。